ジェームズ・ヘンリー・グレートヘッドは、ロンドン地下鉄建設の業績で知られる土木技術者である。グレートヘッドは、南アフリカのケープ植民地にあるグラハムズタウンにて、イギリス系の血を引いて生まれた。グレートヘッドの祖父は1820年に、南アフリカに移住した人物であった。彼は、グラハムズタウンのセントアンドリューズ大学で教育を受け、 ケープタウンの私立のディオセサン大学でも学んだ。1859年にイングランドに移住し、1863年までウェストボーングローブにあるウェストボーンコレニエートスクールで勉強した。彼は一時的に南アフリカに戻ったが、最終的に1864年にロンドンに移り、土木技術者のピーター・バーローの下で見習いを務めて、 そこで、トンネルのシールド技術に詳しくなった。彼は1867年頃、ミッドランド鉄道のベッドフォードロンドン間で、バーローの兄弟のウィリアム・バーローと共に、技術者として働いた。まもなく、1869年に彼は、バーローの下に戻り、ロンドン中心部でテムズ川の家庭に掘る推定、トンネルとしては2番目のものとなる、タワー地下道の設計に取り組み始めた。 バーローがこのトンネルの主任技術者を務め、グレートヘッドが実際の掘削作業を担当した。タワーアッチ稼の掘削に用いられたシールドは、バーローが発案し1864年と1868年に特許を取得した円形のシールドの影響を受けて、グレートヘッドが設計した。バーローグレー式シールドと呼ばれる、このシールドは、 鉄製の直径7フィート3インチの円筒にスクリュージャッキを備えたものであった。シールドが実際に使われる際には切り刃が掘削されるとシールドがそこへ前進し後に中鉄製のセグメントで作られたトンネルの復興が組み立てられて残されていく。これ自体が大きな発明であった。グレートヘッドは圧気工法や水圧ジャッキを用いたシールドの 全身など多くの改良で特許を取得し、これは現代のトンネル建設において標準的なものとなっている。彼はまたブラックウォールトンネルの建設においてもコンサルタントとして活動した。1873年にはハマースミス延長線を及びメトロポリタンディストリクト鉄道のリッチモンド延長線の常駐技術者となり4年間務めた。この後は リージェンツカナル鉄道、メトロポリタンアウターサークル鉄道、新しいロンドン、イーストボーン線、アイルランドにおける多くの軽便鉄道などに関わった。1884年にはまた、グレートヘッドは再びトンネルと関わり、ロンドンシティサウスワーク地下鉄、後にシティサウス、ロンドン鉄道に技術者として関与して、後者は1890年に開通した時点で、世界で、 最初の電気で走る地下鉄となった。1888年にはリバプール高架鉄道にダグラス・フォックスと共に共同技術者となり、またウォータールーシティ鉄道にもウィリアム・ワルブレースと共に関わっている。彼の最後の仕事はジョン・ファウラー及びベンジャミン・ベーカーと共に取り組んだセントラル・ロンドン鉄道である。シティ・オブ・ロンドンにあるグレートヘッドの像。ありがとうございます。